どうもショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は桶川に来てます。ものすごいいい天気でありがたいんですけども、そうで今からその輸出の方 の, その知り合いの人と合流をして仙台の方に向かいます。でそれまでちょっとまだ時間が解けないんですけど、ちょっと時間があるのでもうちょっと待ちたいと思います。ポルさん、おはようございます。おはようございます。うまそうでしょこれ、エビとブロッコリーの感じ。めっちゃいいじゃないですか。ねえ、お願いします。お願いします。今日マールさんずーってね。いや、ここは那須高原サービスエリアです。ちょっと全然高原感はないんですけども、多分気温は15度とか6度ぐらいなので、ちょっと肌寒いぐらい、すごく気持ちいいです。これなんでしょう、気持ち悪い。はい、ということでじゃあ今から仙台駅の方に向かいます。もう夕方になっちゃいましたね。すごい。で、あ、行きますか。よいしょ。よいしょ。結構立派な旅館ですね。ちょっと待ちますんで。はい、待合室ですか。何ですかこれ。ちょっとしたこれだけで全然違うですよね。違いますね、本当に落ち着きます。すげー。どうですか、疲れました。まあ多少疲れましたね、やっぱ。 ありがとうございます。じゃあこの後の夕飯食べて、はい、はい、元気復活させて、復活させて、でお風呂行きましょう。ここから本番です。続きましてお食事のご案内させていただきます。はい、ではレテンのチェックとご自分にお願いします。ピンポーンで4の423、はい、4月23日ですね、僕の誕生日です。あ、はい、自分22日ですよ。え、4月22日ですか。マジマジですか。めっちゃ近い。すごっ、423で4月23日じゃないですか。僕のラッキーナンバーです。結構歩きますね。おお、まだ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 。こちらです。あ、お願いします。あるあるですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。僕の誕生日、失礼します。聞こえておきますね。くっ、おお、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。よいしょ。よし、じゃあお風呂行きます。あ、なんか雰囲気めちゃくちゃいいですね。いい
いですね、お二人とも色とりどりのメニューを取ってるんですけども、僕の場合は偏食です。じゃあいただきます。お疲れ様です。よいしょ、いただきます。まず牛タン、いきます。どうも。うわ、やばいっしょこれ。うわ、出来たて牛タン。あ、ごめんなさい、お早く出ちゃう。おお、うまい。じゃあ、行きますか。次、じゃあまたお風呂入りますか。あ、自分はちょっと一服して、一服して、じゃあちょっとロビーで休憩しましょう。あ、はい、じゃあそうしましょう。そうしましょう。お疲れ様です。はい、じゃあせっかくなのでこの館内いろいろ探検してみたいと思います。ここが1階にあるフロントロビーですか、はい、っていうところです。かなり広くてすっきりしてます。で、下に行ってみます。あー、でもいやー、ご飯食べた後はやっぱ気持ちがいいっすね。よいしょ。で、わあ、誰もいないです。めちゃくちゃ泳ぎたいんですけど、いかんせん水着を持ってきてないのでちょっと泳げません。なんか静かすぎて不気味です。で、次は温泉卓球ってのができるみたいなんでやってみたいと思います。丸さん、ピンポンしましょう。ピンポンっすか。はい、予約してきたんで。はい、卓球しましょう、卓球。あとでです、あとでで。食べ過ぎたみたいな。そう、丸だと思って食い過ぎだろって言って笑ってたら、自分もなんかだん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 増えてきた。丸さん、卓球を卓球を3対2です。すごくないですか。めっちゃ面白いわ。面白いですね。今から川沿いの露天風呂に入ります。混浴でしたっけ。混浴です。混浴です。丸さんどうですか、混浴。いやー、気合いますね。こういう雰囲気ないですよね、あんまりね。ないですね。あ、涼しい。おー、涼しい。今多分外の気温12度ぐらいですよね。すごい寒いぐらい。雨じゃなくて川露天。結局どんぐらいいました。1時間半ぐらいいました。1時間ぐらいいましたね。気持ちよかったっす。うん、めっちゃうまい。めっちゃうまいっす、おはようございます。2日目になりました。じゃあ今から早速朝食行きます。おはようございます。おはようございます。よく寝れました。そうですね。よかったです。ふぅ、島倉風呂です。アップしなくて大丈夫です。いやー、もう寝ちゃいますね、これ。寝て寝ちゃいますね。寝ちゃいます。朝風呂でこう。てか、まだ、パンツ丸見えなんですけど。最高です。チラじゃなくて、丸見えです。チラじゃない。じゃあ、ごちそうさまでーす。美味しかったな。あ、めちゃくちゃいい天気ですよ。今からまた温泉行ってきます。いやいやいや、気持ちよかったですね。はい、じゃあ時間になったので出ます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ僕ナビしますね。